おはようございます。フィッシャローの松本です。今回は、真夏っていうか、夏のね、池原ダムにやってきました。でちょっと今日は、ベストなっていうかね、曇りと雨とということで、釣りやすいんじゃないかなと思います。で今回ちょっと秘密兵器のフラッシュ J の新たな使い方とフラッシュ J スプリットの新たな使い方っていうのを、見つけたので、その辺をメインに、いっぱい釣っていきたいと思います。今日は一日頑張ります。前期の、バックウォーターにやってきました。でね、やっぱりこの時期っていうのは、バックウォーターっていうのはやっぱメインなんで、まずはチェックしに行かないとっていうことで、先にね一人いてるんで、ちょっと手前から、このフラッシュ J の新たな使い方でね、ベンド差しって言って、こう藍を目玉の後ろからオフセットフックを出して、要は藍がこの目玉の位置ですね、ここに来るような形でオフセットして、ちょっとこうここがキュッキュッと頭が反らしてるんで、ここでトゥッチ受けて、水受けてもパニックアクションするんで、バスがスイッチ入るっていう、新たな本当に使い方なんで、この辺をちょっとやっていきたいと思います。あとはトゥッチするだけでもうパニックアクションで、なんでね、これがねすごい最近っていうか、もうわらわらバス湧いてきて、本当に奪い合うように食うことも多いんで、その辺が見せれたらなと思ってます。食った、今食ったね、出てきたね、今バスが食いましたね、下からわらわらっと来て、今食いましたね。バスおるね。これ食った。乗れへん。嘘やん。嘘でしょ。バスおるね、まだ。うわ、乗れへんかった。今ね、こういう感じで本当にね、ちょっとね、新次元というかね、面白いぐらいね来たりするんで。やってるね。てかおるな。なんかけど活性が低い。あ、そっち上がっていった、上がっていった。3匹。食った。よっしゃ、食った。やったぜ。やっぱね、ドリフトやね。ドリフトが一番。ね、フラッシュ J スプリットの一つは、ああやばい、よいしょ、いいよ、大事に大事に、一匹一匹、よいしょ、取ったね。とりあえずね、これね、ちょっと一つの答えとしては、変にアクションさせないドリフトね、これも一つの答え。これフラッシュ J スプリットを横差しにしてドリフトさせてると、やっぱりもう小魚が弱ってるやつがっていうような感じで、こういう感じで釣ります。はい、あ、ちゃうのこれ、一瞬バスの動きが、基本ルアー見えない時とかは基本ちっちゃくで、これ今フラッシュ J スプリットを横差しにしてるから、アルミホイルが入ってるとはいえ、ドリフトさしてたらもう全く見えない、自分でどこを引いてるか分かんない時は、バス、近くか近いかなっていうバスの動き見て判断する。バスがヒュッとなんか変な動きとか、なんかちょっと今までと違う動きした時はルアーに興味持っていってるんかなっていうような感じで。見てる。惜しかった。ね、これですよ。
弾くね。太いな。餌食ってるからね、もうパワフル。よし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 、よっしゃ、筋肉質ですよ。はい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 、よっしゃ40分ね。もうこれが一つのパターンでね、これを変に動かすとやっぱり釣れないね。こういう感じでフラッシュ J スプリットをちっちゃい針でもうドリフトさすっていうのが一つのこれ答えです。ありました。ね、やっぱりフラッシュ J スプリットのこの細さとかリアルさっていうのが、まあやっぱりもうベイトフィッシュにマッチしてるかなって感じで、で昨日も同じ状況やったんですけども、これでねピクピクって言って、あのマス針ちょんがけでピクピク刺してもこれ食わないんですよね、こいつら。でね、やっぱりドリフトっていうのがやっぱり一番ナチュラルなっていうか一つのテクニックなんで、今ドリフト刺してると食う。だから変にアクションつけると見切ってしまうっていうか、もう興味も持たないっていうんで、まあどんだけ自然に流してあげられるかっていうのも一つの、まあ、テクニックの一つですね。だけどこれもパターンの一つなんで、確実に釣っていけるとは思うんで、ちょっともうちょっとやってみたいと思います。あ、来てた来てた、食え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 、うわー来てたのに。けどめっちゃ興味持ってるね。うわ嫌がったけどね、これまだまだ興味持ってるんだ。食え、よっしゃ食ったー。むっちゃええとこ取れたんちゃう今。むっちゃええとこ取れたんちゃいます。ちょっと待ってな、もう正直取らんとこれシャレだなんでしょ、この魚は。これ今日一でしょ。見えないよ見えないよ、遊んでるとあかんの、ほんま。結構パワーがね、結構あるんですよね。よっしゃー、今日一やろう絶対これ。どい、もうね、今もええ映像やったんちゃうの。綺麗にパクって、この今の状態が起こってる。もう本当に、いやいやいやけど、なんか興味あって、パクみたいな。これね、振ったりしでかい。ね、これが、ね、ルアーにマッチさせる、マッチザベイトに合わすと、もう今みたいに吸い込んでパクッと、変にアクションしてるのも見切ってしまう天才なんで、ね、本当にね、これぞルアーフィッシング、マッチザベイト。シャーボイル打ち、フラッシュ J シャーサトちゃんはあれの横差しやね。よっしゃよっしゃ、40分これがこれ弁当差し、弁当差しね、ボイル一撃やったね。弁当差しでもやりました。はい、今回メインに しようかなと思ってたのが、このベンド刺しっていう、このフラッシュ J を横にして、でなおかつこの目の後ろ側からオフセットフックを通して、オフセットフックを横にして、こういう感じですね、横になってる感じ、わかるかな、こんな感じね、横にしてる。そこで水がこの頭の部分で受けるんで、本当にイレギュラーダートするで、よりパニックアクションを起こしてバスにスイッチ入りやすいっていうような感じでね。で4インチの場合はベイトでも全然投げれるんで、特にこういう、夏なんかはやっぱりアユボール、先ほどもねベイトフィッシュ食ってるようにアユのボールを食ってるバスが多いんで、やっぱりベイトフィッシュチックなルアーっていうのはすごい効くんで、ぜひこれ本当にすごいルアーだと思うんで、皆さんもやってみてください。よいしょ、じゃあこれでフラッシュ J の、ミドストをちょっとやってみたいと思います。来た、盛り上がった、賢すぎやねお前ら。
待って、ここのバスこいつやっつけたいな。あ、もう嫌だったな。クソ、さすがにあかんか。あくびしとるやん、バス。あ、来た。あ、行ったんちゃう。マジかよ。あ、来たな。やっぱスピード上げた方が来んねん。そこに向かって来てるから、これ来るんちゃうの。ほら、食った。やっぱりね、二度ストしたらすぐやね。すぐっていうか、やっぱりね、上では食わしにくいね。二度ストにするとこっからな、突っ込むから。なんか当たってる、なんか当たってる。よしよしよし。これね、今ね、上ではね、賢すぎて無理なんで、よいしょ、よっしゃー、まだまだ40歩ちゃいます。二度ストね、ね、これでね、二度ストで、オーロラでちょっとボトムにもうあえてバッて引いてボトムに落としてくると、やると一緒にキュッていったんで、パクッといきましたね。やりました。何やったっけな、もう忘れたわ。はい、食った。余裕やね。流木があるから、こっち。よいしょ、刺激でしたね。なんか歯に擦れてんねんな。早くあげたいな、早くあげたいな。はいよ、40アップ。ふとふと筋肉質、よっしゃー。ふとふとやね、ね、もうふとふとやね。というかね、もうパターン見つけたらね、一撃フラッシュ J のね、もう普通にフラッシングミドスとね、これ最強です。やっぱフラッシュ J 最強。よし、食った。ほんまにレグやね、これぞ入れ食い、入れ食い。もうね、これがパターンフィッシング。はい、食った。はいよ、よっ、よっしゃ、でかい。今でかくもないし、でかいっちゃでかいし、弱かな。コンディション最高なんで、よく引く、フラッシングが効くね、完璧。はい、ね、今まあやってるフラッシングミドストなんですけれども、まあセッティング方法によってよりロールしやすいっていう、まあセッティング方法があるんで、まあその辺をちょっとまあ覚えてもらえたらなと思います。で、針は、これデコイさんのプラスマジックってやつの3番フック、まあちっちゃいフックですね。2番と3番あったと思うんですけども、3番フック、フックちっちゃい方ですね、に、まあフラッシュ J のまあ3インチ、まあ用意してもらいます。で、普通ね、頭からっていうか口の先からこう刺すのが普通なんですけども、よりねフラッシング出しやすいっていうように、ちょっとね、目の上、この目の上っていうかね、目の上っていうか頭の上からやって浅く刺す。で、ここにスリットがあるんで、このスリットから抜く、頭の、口の先端じゃなくて頭の上からこのスリットがある、スリットの先端に、まあ、抜くような形で浅く刺す、ね、でちょっと、まあ、こんな感じですね。ちょっと頭にジグヘッドがいっちゃうような感じ、ね、こうちょっとブサイクなんですけども、こうすることによってよりロールがこうギラ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 って出るんでね、これをするだけでやっぱりもう全然アクションが変わってくるんで、フラッシングミドストっていうのはこのセッティングちょっと試してみてほしいと思います。くるでくるでくるで上がってきたで。はい、来たね、もう上がってくるっていうタイミングを見るっていうのも一つ大事ですね。いいよ、全部来たらね、いいサイズでいいコンディションもう、ね、一番楽しいサイズから。
よいしょ。もうプリンプリンでしょ。わかるかな。そうね、プリンプリンですよね。餌食ってね。こんな感じでやってもらえればいいで、グイグイグイ。ね、今まあフックにね、まあ、引っかかってきた鮎なんですけども、この鮎を、まあ、バスは食ってるわけなんで、ね、今ボイルしてるのはもう全部これが食われてる、ね、もう見てもらったら分かるように、もうフラッシュ J ともうぴったりサイズ感もうボリューム感ぴったりなんで、やっぱりもうこの辺がで、もう感じも似てるんで、おう、ね、その辺がやっぱり大事かなっていうところですね。マッチザベイトっていう意味ではもう本当に最強ですよね、これね。マッチザベイトでそれは釣れて当たり前かなっていう感じですね。はい、食ったね。はい、食った。おいよ。っしゃ。いいね。グイグイグイ。コンディションいいからね。まあちょっとちっちゃいけどすごい低い。はずやと思った。まだまだでかいよね。いいサイズやね。お引くわ。まあ本当にこのサイズ、まあ40ぐらいかな。もう入れ食いっていう感じですよね。これ下、ちっちゃい。はいよ。よし、ちっちゃい。はい。ちっちゃいですが、はい。こんな感じです。イエイ。よっしゃーね。こうやって釣れば、もう何度でも釣れるみたいな感じ。フラッシングミドスト最強ね。こうやってやるともう本当にまあなんぼでもっていうかね、もう浮いてるんで、多分もう延々続けた20匹30匹こういうサイズが釣れちゃうっていう感じですね、まあ、とりあえず、まあ、この辺で次のパターン、ストロングパターン探しに行きたいと思います。よっしゃー。はい、まず、はい、やります。ね、フラッシュ J のスプリットでね、これスプリットっていう、まあ、今3インチでも4インチでもどっちでもできるんですけども、それに、ウィッキーヘッド、ウィッキーヘッドちゃう、フォールヘッドやね、うん、フラッシュ J スプリット3インチにフォールヘッド、まあ、1.4g とか 0.9 を横にライブウェイトリグですね、こうちょんがけしてもらう、ね、背中ら辺からこう抜くような形でライブウェイトリグをセッティングしてもらうと、横に横に、まあ、あのライブウェイトリグと同じでギラ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 としながら行くんで、まあ、それをちょっとやってみたいと思います。これ見えるかな、このギラギラギラとこの木の横、見える見えない、こうね、ギラ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 と風あるから、こういう感じでもう要はフラッシングミドストの横板みたいな感じで、ライブウェイトリグなんで横に横に動いていく、まさしくもこれがやっぱり小魚のね、ベイトフィッシュっぽい動きするんで、ギラ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 とこういうこうギラギラギラとこうカバーの際を通してこれるっていうのはすごいメリットとしてでかいんですよね。どうしてもルアーってまっすぐしか来ないもんなんですけども、こう際を通してくれるっていうので、まあこういうカバーなんかは特に面白いと思います。こっち頭をこっちに向けて、フォールヘッドをね、こっちの横からグッと背中にかけて出してるんですよね。するとこっち向きに進みます。こっち向きに、でこれを逆に頭をこっち向けて、まあ、この辺り、まあ、大体で真ん中よりちょっと気持ち前ぐらいこの辺に刺すと、今度こっち向きに行くんで、今度こっちからこう少し斜めに入れていきたいんで反対に刺してみました。こうしてこうすると右に右に行くんで、この右左を覚えてもらうと、まあ、あの立ち木とかそういうところ障害物に右入れたり左入れたりできるっていうのが、まあライブウェイトリグの、まあ、最大のメリットでもあるんでね。あ、来た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 、あ、食った食った、40食った、マジで、パクって口開いたのに、完璧に、うっせやん、やってもうた、マジやってもうた、食ったのに、これ食うな、まだ、
あ、食った。よっしゃ、食ったけど、あ、ちっちゃい。ライブベイトリーグ。フラッシングライブベイトリーグ。ね。まあ、こんな感じで、ね、今はまあこれでね、フラッシュジェスプリットにフォールヘッドを使った、フラッシングライブベイトリーグで釣れたんですけどもね、今日ちょっとね風が強くて、本湖っていうかね本流はもうちょっと全然釣りにならなかったんで、まあ、ちょっとこの辺エリアだけちょっとやってみたんですけども、まあこういうのが釣れたんで、風がない時とかある程度クリアなところでは魚引き寄せる力あるんで、ぜひ皆さんもやってみてください。浮いてけえへんもんな。食った。食った。フォールで食った。もうフォールっていうか、ね、落ちた瞬間だ。ちっちゃいねんな、これがまだ。っていうのはしゃあない。これも一匹一匹。ほい。ジャンピングキャッチ。ね。まあまあ、今のはもう完璧に落ちた瞬間だ。まあ、こんな感じで。連動雑誌落ちてもポチャパック。はい。あ、来た。よし、来た。出てきたね、今。よっしゃー。ほい。ね、ちょっとまあサイズはね、バックウォーターに比べてね落ちるけど、本当にねバスガーッきてパコーンくるんで、ある意味すごいエキサイティングな釣り。よし、来た。およーね、今この立ち木から。でもけどほんまにね面白いようにね釣れるけどサイズが伸びないけど楽しい、ね、もうほんまにね面白いようにねバスがねほんまに餌やっていうか、まあ、躊躇なくっていうかガカッて来てパクッていうか、あ、来た。よし、食った。よし、食った。よっしゃー。来たね。よっしゃー。トゥッチ。よっしゃー。あ、ごめん。絡まないで。よっしゃー、ヨンジャップトゥッチね、今。ゴミの人からなんかね、一瞬は見えたような気がした。バッて出てきた。これぞフラッシュ J のベンド差し、ね、やりました。やってください、みんな、皆さんやってください。はい、ね、フラッシュ J の、まあ、のベンド差しっていうね、横向けてこうちょっと反らしてみたいな感じ の、まあ、のセッティング方法をお教えしたいと思います。で、まあ、の用意してもらうのが、デコイさんの、まあ、のキロフックですね。キロフックの3インチには10、4インチには30を用意してもらいます。それとあと、まあそれだけでも、まあ、全然セッティングできるんですけども、よりずれにくくするためにこのバーサタイルキーパーというのを、まあ、M とか S サイズで、まあ、今回、ね、M しか持ってきてないんで M を使ってるんですけども、4インチはもう全然 M で OK で、多分3インチは、S ちょっと一つちっちゃいバージョンの方がぴったり合うと思います。今ちょっとセッティングをしてみたいと思います。まずね、オフセットフックの、3インチなんで10、キロフックの10を、まあ、結んでいただいて、フラッシュ J を、まあ、こっち向きでもこっち向きでも、まあ、要は横にしてもらいます。で、目玉のちょっと後ろですね、この辺り、目玉のちょっと後ろから向こう側の目玉の後ろにこうグッと抜きます。こういうね、目玉から目玉に抜きますね、こういう感じで。でクリッと回してオフセットフック刺すような形にします。その時に、バーサタイルキーパーを、まあ、ここにクッと入れてもらいますね。バーサタイルキーパーをこう、まあ、M でも S でもどっちでもいいですね。でこう入れてもらいます。するとここが、バーサタイルキーパーがロック状になるんでずれにくくなるっていうのが一つですね。で、まあ、より角度がキュッと曲がるような形になるんで、この角度で、まあ、大体、まあ、適当ですね。だいたいこういうのは適当で、まあ、ヒレ真ん中にね側線みたいなフラッシュ J 自体はあるんで、その側線に沿って下も側線やって、上側にも側線っていうような形、もうこれだけですね。要はちょっとベンドしてるような形、頭らへんが。するとここで水受けてイレギュラーな
アクションを出すっていうことですね。でリップとか、ミノーではやっぱりねそういうイレギュラー的なアクションっていうのは出ないんでバスが、スイッチ入りにくいんですけども、これはやっぱりどっちに行くか分かんないんですごいスイッチ入りやすいっていうので、まあ、本当にこれはね魚がわらわら湧いてきてすごい、ちょっとしたブームになるんじゃないかなっていうぐらいのルアーなので、セッティングなので、まあ、皆さんもちょっと試してみてほしいと思います。わあもう虫やね、賢い。あ、食った。食った、今食ったで。もう一回。うわー今見てなかった、こいつかよ。今食ったやん、違う魚見てた。もう一回やったからピクピクですわ。これはいきます。ワンチャンス逃してもんだな。あ、来た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 。よっしゃ食った。よっしゃ食ったで。あ、まあ、でかい。よしよしよし。よっしゃよし。よしよし。ねピクピクね、フラッシュ J スプリットのピクピク。一回 Twitch で反応させたやつね、どいつかわからんけど3匹おったんで。もうね、早く上がってほしいんだけど、すげえ引くねん。もうよっしゃ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 、まんまるの40分、まんまるの40分ね、これがねクリアウォーターのねピクピクであったりとか、フラッシュ J の、フラッシングミドストね、ほんで Twitch で今表層ピクピクね、本当にいろいろフラッシュ J 関係使えばこういう天才バス釣れるっていうのね証明できたと思います。よっしゃ、あ降りていくか。あいっぱい降りてきたな、2匹降りてきた。傷あるもんな。いけいけいけ、食え食え。よっしゃ食った。ウィッチでホール。さあよっしゃ、でかい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 。よっしゃでかいで、うわでかい。ゴージャップやね、ゴージャップやね。よっしゃー、ゴージャップ今ね下ってきたね。でクイッチしてステイさせてたら、おばーでかいね。クイッチ横差しペンド差しで降りてきたやつやけど、やっぱりねリアルやからもうどうしようかなと思ってパクってくる。これぞフラッシュチェーン。よっしゃー、はい、お疲れ様でした。まあ、真夏の池原ダムっていうことで、もうバスフィッシングをね堪能できたんじゃないかなと思います。でね、まあ、見ていただいたようにフラッシュ J シリーズ、フラッシュ J があったりとか、まあ、フラッシュ J スプリット、ね、の、まあ、使い方なりで、まあ、そうですね、弁当差しとか、まあ、横差しね、いろいろと、まあ、使いようによっては、無視されてたバスもやっぱりそれが口使ったりするんで、いろいろと、まあ、使い道はまだまだあると思うので、皆さんも、まあ、試していただいて、こういうね、池原ダムのクリアウォーターなり、まあ、天才のバスっていうのを、まあ、ぜひ皆さんもチャレンジしに来てみてください。今日はお疲れ様でした。